後半よ。敵は一人とは限らん。今からその修行をするぞ。はい、ピッコロさん。うん。お前には思ったれてる暇などないんだ。この地球の運命の鍵はお前が握っているんだということを忘れるな。うつぶつ寝かす暇があったらどうしたらいいか考えろ。そして動け。どうしたご飯、だらしないぞ。いくらなんでもピッコロさんさなんて。そうだ、ヨフリ兄さん、ヤムチャさん、天津飯さん、アルタが過ぎるんじゃないのピッコロさん。加勢してやろう。さあ来やがれ。俺たちは甘く見るんじゃないぜ。いいだろ、4人まとめてかかってこい。
よく頑張った。さすが悟空の息子だ。どんな奴も俺一人で十分だぜって言いたいけど、お前のおかげだ。ありがとうよ。どうもありがとうございます。元気分けてくれ。何あれ。怖がることないぞ、ご飯。あれは元気の通り道だ。通り道に向かって気を送ることで、世界のどこかで戦っている戦士たちに俺たちの元気を分け与えることができるんだ。へへ、逆に俺たちが元気をもらうことだってあるんだぜ。世の中持ちつ持たれつさ。みんなと元気を共有して戦えば、地球の平和はきっと守れるだろう。よし、それじゃ僕も頑張って元気を貯めるぞ。
俺に元気分けてくれ。